つくぶ神社は、日本の近畿地方北東部の琵琶湖に浮かぶ島である、筑部島に鎮座する神社。現在行政区画上では、滋賀県長浜市、早崎町に属する、筑部島神社とも呼ばれている。神体は、筑部島そのもの。神仏集合時代には、道東の方位は王子と集合して、筑部島弁祭天社、筑部島弁祭天社、筑部島権現。筑 畜武東明神などと呼ばれていた。王子も今も、日本三大弁祭典の一つに数えられる。また、あまり知られていないが、日本五大弁祭典の一つに数えられる。式内社旧社格は、県者。新門はみ。祭人について、滋賀県神社長や長浜市は、当社の有書書の記述に基づいて、以下の見柱としている。時事典も、 記述のあるものは見柱としている。一方で、唐の筑部須磨神社は、宇賀福神と竜神を別神として列し、四柱としている。方岩尾寺国流同寺の境内にあるが、建築様式は、神道の少子で、前に鳥居が立つ。筑部島円形左手の水辺にあるのが、筑部唐港。そこから、石造りの鳥居、朱塗りの鳥居を通って、山道を登ったところに、 宝岩王子と筑武蔵神社がある。中央付近に見えるのが宝岩王子の画乱。筑武蔵神社の社殿で見えているのは右手にある白い壁が目立つ改修時の建物の奥にある本殿と常行殿。また白い建物の手前に八大竜王廃所の鳥居が見えている。周辺水域は琵琶湖の中でも特に水深が深く水の青が色濃い。 緑豊かな島の景観は、琵琶湖八景に、新緑竹部島の鎮火揚げとして選ばれている。本殿に向かう鳥居竹部島演技は、現在4種が知られている。基地で、最も早期のものとしては、上平1年の成立と伝えられる、竹部島演技を収録する五国字本、諸字演技集があり、便宜上はこれを、上平演技とも言う。また、軍書類十本には、 漢人帳の全文として表されたらしい。欧二21年に、広島が、比叡山にて九機を集めて戦したという奥書き、地福島演技があり、弁義上はこれを、欧恵演技とも言う。三つ目は、文安三年成立の、岩金山大三上宮寺劇。四つ目は、上京元年成立の前岳急造、御子強京文庫所像、畜生島演技である。上平演には、 木吹きをのみ事と、名に当たる浅井姫の御事の勢力争いについての伝承が見られ、後代の資料もこれを旧記として採用していると考えられる。その一つ、大御国風土記の一文に当たる、三後編年記の養老七年上には、恵比寿福だけであるところの畳彦の御事が名に当たる、浅井岡の浅井姫の御事と高さ比べをし、 浅井岡が一夜にして高さを増したので、負けた畳彦の御事が起こって、浅井姫の御事の首を切ったところ、その首が湖に落ちて、畜部島になったという記述がある。一説には、首が沈む時に、トフッツフという音がしたので、トフシツシマという名前になったとも、また、行器が来島して、仏道修行の場とした時、 神に請願して、竹杖を立てたところ竹が反応したので、畜武島と呼ぶようになったという伝承もある。また、上平演技によれば、日本の国土がまだ固まっていなかった時、大名虫の御事とクエビコの御事は、竜神に命じて、国土を五つの神食いに結んだという。この五つの神食いとは、富士山、金華山、江ノ島、五福島、畜部島であったと言われ、つまり、 区武島は、日本の、すなわち、日のもとつの国の根源の一つであったという。創国風土記は、有力天皇三年に浅井姫の御事を祀る少子が建てられたと伝えており、当社はこれをもって、創建としている。あるいはまた、天智天皇による死賀宮創建の際、宮中の守護神として、畜武島に浅井姫の御事が祀られたという。人気元年、 聖武天皇の夢に、天照大臣が現れ、琵琶湖に、小島があり、そこは、弁祭天の聖地であるから、寺院を建立せよとの信託があったので、行基を直視として、畜部島に使わし、大弁祭天を祀って、寺院を開かせたと伝える。また、天平三年に、聖武天皇が参拝して社前に、アメノほみみのミノミと大オナムチノミコを祀ったと言われるほか、行基は、 弁才天の像を彫刻して、本尊としたと伝わる。あるいはまた、応英演技の伝えるところでは、天平十年に来島した行基が礼儀を簡単し、清朝安能国家鎮護のために、朝二尺の四天王像を作り、衝動を構えて、これを安置したという。帝王変年期天平神を元年の記事によれば、天平法治八年、藤原中丸が反乱を起こしたとき、 官軍が筑部島の神に祈願したところ、琵琶湖城で捉えることができたので、言語を天平神語と解消し、藤原中丸の乱平邸に神助があったとして、当神社に15以上を授けられたという。当社の所見資料は、日本三大実録願行3年3月2日上に記載された、昇水である、連機が畜夫島神社前に生えたとの旨の報告記事である。 延長5年に編纂された演技式神明帳では、大見国浅江郡、筑布諏神社と記載され、式内勝者に列されている。平安時代末からは、弁祭典と同一とされる、一木島姫の命も祀られ、法岩王子の本尊である大弁祭典を本事仏として、神仏集合が進められて、筑布諏神社と法岩王子は、次第に合一していった。 こうして当社は大弁祭典を本尊とする、筑部島大神宮寺、筑部東権現、筑部東明神、筑部東弁祭天社、筑部東部在天社などのほか、寺戸神社を全部含めて、法岩尾寺と称されるようになった。また、筑部東権現では大弁祭典のほか、古くから千住観音も祀られていて、すでに平安時代末期には、西国三十三所の観音霊場になっていた。 現在も日本三弁天の一つに数えられており、中でも畜武藤権元は日本最古の弁祭天、弁祭天の発祥地と称される。中世以降、畜武藤権元は上英元年、京徳三年、英六元年などに大化があり、社殿が消失したが、その都度復興している。英六元年の大化後、慶長七年に豊臣秀頼が片桐勝元を、 不審奉行として、筑部統権元を復興している。この際復興されたのが、元、法岩王寺の唐門、観音堂、渡り廊下、その渡り廊下とつながっている元、筑部須間神社本殿である本堂である。唐門、観音堂、渡り廊下は、京都東山にあった、豊臣秀吉の霊廟である、報告廟から移築し、元、当社本殿は、 伏見城の日暮れ御殿を移築したものである。法岩おじとの神仏集合は、明治時代初頭の廃仏希釈の嵐が吹き荒れるまでの長期にわたって続くことになる。明治時代になろうという時代、新政府は国家神道の成立を図って、神仏分離を推し進め、廃仏希釈運動に発展した。畜部藤言言も影響を免れ得ず、大津県庁は筑部統合原、部武藤言、 法岩お寺を廃寺にして神社とした上で社名を演技式神明帳から取った筑布諏神社に改めるよう命じた。この指摘があるまで筑布諏神社はその存在が全く忘れられてしまうほど法岩お寺の一部と化していたのである。ただし法岩お寺は日本全国の数形者の強い要望によって廃寺を免れ寺院と神社が並存することとなった。 1874年に、筑す島神社と法岩おじの教会が決められ、これまでの本堂が、筑す島神社の本殿となった。1883年には、寺の財産と神社の財産が区別されて、今日に至っている。現状、法岩おじと筑す島神社は別法人であるが、宝岩おじ観音堂と、筑す島神社本殿は渡り、廊下で直接連絡しており、 両者はもともと不可分の関係にあることがわかる。古代中世近世近現代当社は、島の南東部に鎮座する。ただし、本寺衰弱の時代には、現在の法岩はおと一体であった。つまり、現在は、当社の本殿となっている場所、建物を本堂とする、南東部一体が島における境内であった。つくぶすま神社本殿と、法岩はお渡り廊と、 境内拙者本殿の正面美佐市にある、投げ市場の彫刻つくぶすま神社本殿と、境内拙者。拙者は、向かって、左が、雨の押しほみみの神社と大名口の神社の一棟、右は、五福島江島神社の一棟。いずれの棟も二柱を祀る。船着き場から社へ向かう山道湖の側から見る廃所。左手には、本殿の屋根も見えている。廃所の社殿。 ありがとうございます。